プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。パソコン内の動画を漁っていたら、平泳ぎの進まないキックを思いつくままに連続で繰り返すという動画を発見しました。この動画内でやっていた数種類のキックについて、なぜ進まないかの理由と改善方法をお話しします。平泳ぎのキックが全く進まないというそこのあなた、もしあなたのキックに似たものがあれば改善の参考にしてください。それよりも、そもそもなぜ進んでないのかがわからない方は内まで来てください。個人レッスン、グループレッスン、撮影会、練習会を開催中。ご興味のある方はこの動画の概要欄よりどうぞ。ではまずキックを通しで流してしまいましょう。この種類のキックだけは進んでいます。次から進まないキック、ガニ股になっているだけ、閉じていない、広すぎる、下に蹴りすぎ、この種類のキックだけは進んでいます。左右バラバラ、お尻が動いている、足が出ている、煽り足、つま先が後ろを向いている、この種類のキックだけは進んでいます。膝の幅が狭い。いかがでしたでしょうか。あなた自身のキックに似た症状のものはありましたか。一つ目のキックは進んでいるキックです。問題は次から、ガニ股になっているだけ。これをやっている方はたまに見ます。これは曲げて伸ばしているだけなので、押しも挟めもしていない。平泳ぎのキックで前に進みたいのだったら、横に広げて足で水を挟む動作をしましょう。ガニ股で引いたら、次はそれを回転させるように内股に変えて、そこから挟むこと。次に、閉じていないキック。これはよく見ますね。挟む動作は進むために必要なんですが、それがありません。蹴り始めだけが強くて、蹴り終わりの時にはもう力がないという方にこのパターンが見受けられます。なので直すためには、蹴り終わりで一番勢いをつけましょう。蹴り始めはゆっくり、蹴り終わりでしっかりと挟む。足と足を勢いよくくっつける。広すぎる、これもたまに見ます。足が閉じていないやり方のより良くないバージョンです。より挟めてないですよね。ここまで広がってしまうのはちょっと困りますね。まずは何より足をくっつけるところから、蹴り終わりに勢いをつけて足同士をくっつけて水を挟んでください。そしてもし余裕があれば、蹴る方向を狭くする。でもこれはその次で良いです。まずはくっつけるところから。次に、下に蹴りすぎ。これは少しレアかも。そんなに見ないですね。下方向に蹴るというのはある程度は必要です。腰を浮かすために必要ですが、これはやりすぎです。下手したら床に足が届いてしまうのではないでしょうか。蹴る方向は真下ではなく、斜め下程度にするのが良いです。人に見てもらって角度を調整すると一番やりやすいかもしれない。左右バラバラ、たまに見ます。これはそもそも自分でどう足を動かしているのか分かっていない方に多い印象です。まずは腰掛けキックでいいです。自分の足の動きを見ながら確認し、それができたらビート板を抱えたまま仰向けキックに移りましょう。それができたら気をつけキック、それができたらバンザイキック、それができたらうつ伏せキックというふうに、まずは自分の足の動きを認識して、そこからスイムに落とし込んでいく作業を入れましょう。腰、お尻も動いている。これもたまに見ますね。引き付け動作でお尻が高く持ち上がってしまっています。これは膝の引き付けすぎの可能性があります。引き付けすぎた結果、太ももが全面的に水とぶつかり、ブレーキになって前に進みにくくなっています。解決策としては、引き付けの角度を浅くしましょう。足の裏が水面と同じ高さになるように意識して引き付けをしてみてください。足が水上に出ている。これもたまに見ます。足が空気中に出てしまっているのだから、水は蹴れません、押せません。引き付けの角度に注意してみてください。さっきと同じように、足の裏が水面と同じ高さになるように引き付けてみてください。もしくは膝の曲げ方を変えること。膝から下を動かして曲げるのではなく、膝自体を落とすように曲げてみてください。次、これは煽り足です。よく見ますね。これは厳密に言うと平泳ぎではありません。競技で行うと失格になります。足の甲で水を押しちゃってますからね。平泳ぎは足の裏で押す必要があるんです。これはキックを打つ前の準備の段階に問題があると考えます。つま先を横に向ける動作をしてから水を蹴ってください。引き付け時に膝と膝の間が狭いと煽り足にはなりやすい。反対に広くした方がつま先が横を向き、ちゃんとしたキックが打ちやすい。つま先が後ろを向いている。これはたまに見ます。煽り足が少し進化した状態、前には進みづらいでしょうね。直し方は先ほどの煽り足の時と一緒です。
つま先を横に向ける動作をしてから水を蹴りましょう。引き付け時に膝と膝の間が広い方がつま先を横に向けやすいです。大事なことなので2度言いました。最後、狭い、これはよく見ますね。間が狭いのでつま先が横を向かず水を押せない。間が狭いので閉じる幅が小さく水を挟めない。平泳ぎのキックは膝の間が狭い方がいいという勘違いからこうなってしまいがちです。膝の間が狭い方がいい場合もあるんですが、そもそも前に進めないと話にならないので、特に初心者の方は膝の間は広く取って蹴りを行ってください。はい、というわけで以上10パターン、進む1パターンプラス進まない9パターンでした。あなたに近いキックはありましたでしょうか？もしありましたらこれを参考に直してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ルイでした。